函館ベイエリアにある赤レンガ倉庫群。函館の歴史を味わえる建物ですが、その一つが意外な形で生まれ変わりました。一体どんなリノベーションがされたのか、早速中に入ってみます。おしゃれでリッチな空間になっていますね。明日から営業を開始するニッポニアホテル函館港町。築100年以上の倉庫がホテルになりました。9つある部屋は北欧風のデザインで、海を見ながらリラックスできます。レストランではマグロやサーモンなどの海の幸が味わえます。歴史や文化とか、今日現在の函館の暮らしですね、ここにスポットが当てられれば、それを知ってもらえるような場所にしたいと思います。ビジネスとしては道南でやっていきますが、本当は函館の人に函館レンガ倉庫ホテルっていう名前をですね、まずは知ってもらうということを、大事にしたいなと思いますね。今函館では古い建物を新たな形で活用するイノベーションが相次いでいます。この建物も4年前に生まれ変わりました。他の場合寝室が4部屋ございまして、ツインのお部屋が2部屋と、ダブルのお部屋が2部屋、計4部屋ございます。ですからトータルで、最大8名様までご宿泊いただけることができます。函館クラシックホテルズ愛。もともとは1915年に建てられた民家でした。1階のリビングや岩風呂は和の雰囲気ですが、2階の寝室は洋風。和洋折衷の大正ロマンを楽しむことができます。コロナ禍になってからはですね、地元の方がですね、ちょっとしたこうお祝いがあることとか、そういったことがあるときに、他のお客様と接触しないという理由のもとですね、ここに集まられて、お祝いをされたりとか、そういった形でご利用いただく方が非常に多いです。ホテルだけではありません。1912年に建てられた土蔵をリノベーションしたカフェ&ダイニングリット。一番人気はチーズカレーオムライス。ご飯と卵と具材を一緒に炒めたオムライスと辛口カレーの相性が抜群です。観光客よりは地元のお客様の方が多いですね。一番は料理が美味しいって、料理が美味しいから来てくれるっていう方が多いですね。倉庫、古民家、土蔵、その他にも意外な建物がリノベーションされています。心を癒す絶景カフェ、一体何が生まれ変わったのでしょうか。歴史ある古い建物を再利用するリノベーション。ピンクの外観が可愛い日本茶カフェ、ティーショップ夕日もその一つです。明治18年に作られた函館検疫所だったところで、築135年を迎えます。ここに入ってきた船はこの真下で人が降りて、ここにあった階段を上ってきて、ここで検疫を受けた、つまり伝染病があるかないかを調べられたっていうところらしいんです。港町として栄えてきた函館を伝染病から守ってきた施設が生まれ変わりました。ノスタルジックな店内で日本茶を味わうと、タイムスリップしたような気分に。アンティークのオルゴールの音色も楽しめます。そして夕方には茜色に染まる海と沈んでいく太陽が圧巻です。茶飲んでいくと、何でしょう、心がこう本当に沈まるというか、癒される。だから夕日もこちらもダブルで癒される感じになって、とてもいいなと思っております。誰もが今のこの時代、すごくこう気の張った生活をこうずっと続けてる、そういった方がここの店に入ってきて、この景色を見ながらゆっくりとお茶を飲むことができれば、背負っているものをこの海の中にポーンと捨てて帰ることができるんじゃないかなっていう思いもあって、店を出て帰ることになったら、すごく穏やかな表情になってこう店を出ているっていう方もたくさんいるんです。歴史の詰まった建物を新たな形で再活用するリノベーション。
観光客だけではなく地元の人たちに強く支持されていました。